それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、あちらの国の周産、沖縄県尖閣諸島について1ミリも領土は譲らない、石垣市長、話し合いで解決をと言われる方はぜひパニド直球ぶちかますわらをお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用、中山義隆石垣市長、年の瀬に物騒なニュースが流れてきました。話し合いで解決をと言われる方はぜひ話し合いに行かれ、解決してください。話し合いでは解決できない国があるので、自国の領土領海、国民を守るための防衛力は必要です。終始1ミリも領土は譲らない、尖閣諸島の闘争強化を指示。引用終了。ネット民の反応がこちら。以下引用、話し合いで解決できると言ってる人の大半は、自分の言ならどんな無法者でも納得させられると傲慢な思い込みしてるんだと思う。そら話し合いで解決できる言うてはるんだから、領土領海なら1ミリ、金なら1円も失わずに解決できる、相互にウィンウィンなら政府副案オパさんはお持ちなんでしょう。まったくだ。九条デモを日本でやるなよ。すでに日本にあるんだから、シナや中国でやってこい。話し合いで解決できるなら戦争になんてならないもんな。パヨは難癖つけるだけだから無理。耳障りのいいことを並べて、自ら手を下さず場を混乱させるだけ。話し合いで解決をっていう方はぜひ行かれて解決してください。っていう論法だと、戦争が始まったら真っ先に戦場に赴いてくれるのかってなるけど、さすがにその決意での発言なんだろうな。すごいな。ぜひどっかの政治家ともに聞かせてあげたい。左言の皆さん、出番ですよ。憲法9条あれば平和に解決できる言う人たち、出番ですよ。引用終了。ド直球で草生える。話し合いは双方にその意思があって初めて成立するものです。荒れってる国みたいにその気もなく武力に訴える気満々の相手に、いくら話し合いだけを訴えても無駄でしかないと思いますね。自衛できる防衛力を強化し整えて、軍事力の後ろ盾によって相手が武力侵攻が難しいと認識して、話し合いの必要性を認めさせてこそ、ようやく話し合いで解決の可能性が生まれますからね。ぜひ防衛力の強化を否定して話し合いで解決をと言われる方は出番やと思いますので、早急に軍事力の後ろ盾のない話し合いをあちらの国に行って問題解決していただきますようお願い申し上げます。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。